に謝らなきゃいけないことがあります。おお、どうした？え、リエおばあちゃんじゃなかった？違うよ、おばあちゃんじゃないよ。まだお姉さんでいさせてくれよ。おやすみなみ、かわいい。おやすみなみ、おやすみなみ、ちゃんちゃん、こんばんざい。私ケーキ買えてませんでした。私も買えてない、まだ大丈夫。見た、ちゃんと今日さ、ケーキ準備できなかったんよ。私明日ちょっと早いので、15分で終わりにしたいと思います。だからバーが出たら終わりにする。15分のバーが出たら、だからお祝いは明日にしよう。みんな明日早く早く公式配信終わらせて、みんなでケーキ食べよう。まだ12歳だもんね。そう、12歳、12歳児まだ。ちきやさん、欲しい、こんばんざい。おいおい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。やった、班長さん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。お勤めご苦労様で。お勤めじゃないし、宴は明日に持ち越しの。そう、明日に持ち越し、明日に持ち越すね。ちょっとケーキ買えなかったから、明日に持ち越しです。ケーキは私ストッカー持ってた。ストッカー何回、普通に帰ってきた先だから、ケーキはやってなかった。コンビニはめんどかった。スーパーに行ったらええのに。スーパーに売ってるよケーキ。何ケーキがいいかな。タルト食べたいの。タルトでも売ってないんだよな。目覚ましの準備をしました。これで寝落ちたら、寝落ちっていうか逃したら、もう本当におこここまでして起きなかったら、もう次はないですよ。よしさん次はもうないですよ。スーパーケーキ100、何スーパーケーキ100ってちょっと分からん。コンビニよりの面倒いって言ってるやつがスーパー行く。確かにそれはそうだ。てか挨拶してないね。皆さんこんばんざい。足軽ジャパンの神奈川県のお伝道師、みなら神宮寺理愛です。よろしくお願いします。今日が記念すべき100回目のあれです、配信です。パチパチパチ。お子じゃなくて、命ないんじゃ命ない、それはね大丈夫。ケーキ屋も最寄りの近くにある。あ、そうなんだ。いいな、ケーキ屋のケーキ。買えるかな明日。買えないかもわかんないや。某富士屋さんとか開いてないかなわかんないけど、シャトレーゼがあるんですよ。いいな、シャトレーゼ美味しいよね。シャトレーゼあったけどなくなっちゃった。知ってます？みんなシャトレーゼ。え、こんばんは。なんで怒ってんの？ごめんって。カツさん準備してくれてた、もしかして。そしたら飯テロップであげてくれると嬉しい怒ってる、ごめんカツさん。コンビニは帰り道なくて、スーパーは遅くってやってなかった。あ、そうなんだ。ただトラさん、パチパチパチ、ありがとう、お祝いしてくれて。ゆっくりどうぞ。なんか山頂の川が見えてきました。見えない見えない、大丈夫。一人で最近近所できた。逆にいいな、欲しいな。ちゅーたろうさん、2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。100回目の配信お疲れ様です。ありがとう、ごゆっくりどうぞ。メッセルネタないねん。ケーキ買うしかない、そしたら
介、こっちやす、こっちやす、ごゆっくりどうぞ。みんなごめん、ちょっとケーキ用意できなかったからさ、宴は明日にするね。宴は明日にするね。うん、マジで切れそうで機嫌悪くない仕事を残すこと。あ、そうなんだ、お疲れ。ナイトさん、こんばんは。やっと見れたと思ったらラジオ、ごめんね、ナイトさん、久々久々です。それはごめん、なん、ごめんなさい、ごめんなさいごめんなさい。もうまた再来週のさ、月曜までお預けじゃん。いつになったら私の顔が見れるんだろうね顔は見れるか、動いてる神宮寺。あ、見れるよ、あそこで見れる、あの万歳ジャパンの感謝祭感謝祭で見れます、神宮寺が動いてるところあれは今人生どん底。そんなこと言わないの、ね、どん底ってことはさ、上に上がるしかないんだからさ、いいことやん。それとおはげちのファレベルが何なり上がりました。おでめと掛け合っても今日なければよかった。確かにえ、でも嬉しかったよ、投げてくれて。いや、美人なのに何かがもったいない。どういうこと、ひどくない。来週じゃなくて再来週。あれ、再来週って言わなかった、来週って言った私再来週、再来週です、知ってるよ、再来週。仕事クビになるに今月で。そうだけど、でもさ、それはさ、もう変えられないじゃん。だからどうにかするしかないよね。私がその、まあ、言える立場じゃないんですけど。トモキ、おいおい、こんばんちゃい。100日なのにお疲れ。あ、ごめんね、ありがとうね。宴は明日、宴は明日やります。ケーキ買えんかった、寝つけない、寝る、寝つけないのに寝るの。おやすみ、南、おやすみ。いや別にリアのためじゃなくて、ファンレベル上げたら上司もらえるからだけですすごい、すごいあれだね、ツンデレだね自決するしかないね。自決はせん方がいいよ自決はせん方がいいよ。ロプターさん、おはぐじ、こんばんは、間に合った、100日目おめでとう、ありがとう。これからもしたくて、ありがとうね。今せたき回してるから30分ぐらい配信しない、しないマジで明日早いんだよね。したい気持ちはあるけど。赤い部で動くリングジ見た。ダイハイターの。確かに。で、違うよ。あれは、足軽ジャパン。足軽ジャパンでもやったし、バザジャパンでもやって、あの30分に2回ぐらい出てるから、30分じゃないな、1時間に1回ずつ出てたから出てたから再放送があっただけだよ。別にあの私が出たいですって言ってファイターにたくさん出てるわけじゃないから受けたように積んでるって言ってんじゃねえよごめんって知ってるよ、でもツンデレなことは言いたいこと言えないもんねでも愛は伝え気でいくんだもんねバザイファイターのリエと呼ぶ、やだやだやだ、バザイファイターのリエは嫌このまま消えたらすまんな、今のところ消える気ないけど。いや、じゃあいいよ、消える気なかったらツンデレじゃねえし、もうそれを言ってる時点でツンデレなのよ、わかる？みんなケーキ
ケーキを持ってくるんやで、明日は。明日は宴じゃ。俺も積んでるらしい、誰か今か。あ、そうなの？積んでるしかおらんやん。でもオタクってさ、オタクってさって、オタクって言いたくないんだけどさ、みんなってさ、ツンデレ多いよね。ツンデレ多いよね。ジュニはまっすぐ愛を伝えろって卒業したうちに言われただけだし。でもそれを守ってるのもさ、ツンデレじゃん。つまりチーズケーキ食べた。明日もケーキ食べるぞ。明日もケーキ食べるぞ。バザーファイターでくるくる回ってる。例のイメージが強い。くるくる回って、あ、大乙女のバーは青のところか。確かに、両方やったことある。右から左に行く人も、左から右に行く人もやったことある。姉ちゃん、こんばんざい。ナーシーさん、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。吹き出しそうになった。何が？真顔？ひどいな。明日、クビになるところの仕事や。クビになるところのお仕事ってことはさ、他の場所でもお仕事してんの？だってクビになるところってことはさ、一個だけじゃないしょ、やってるの。うわ、こうやって聞き始めたらさ、配信終わんなくなっちゃう。ええ。みんな明日はライブがあるよ。足軽ジャパンとバジャジャパンが出るお場所は下北沢シャングリラさんだよ。え、なんか下北沢シャングリラさん、シャングリラ行きすぎてさ、なんか最近そこに住んでるんじゃないかなって思ってきた。うん。いや、それをちょっと守ってるって言われて。いや、守ってない？だって伝えようとしてるじゃん。1個だけよ、1個だけよじゃない。1個だけよじゃない。次の音楽って足軽もやる？どの音楽？どの音楽ですか？皆さんゆっくり休んでね、心配やで。何が？平気だよ、無理しないでね、全然大丈夫よ。え、ってか明日金曜じゃん。そうだよ、金曜だよ。え、何だと思ったの？何曜日だと思ったの？明日は公式配信もあるし、公式配信もあるし、あのあれもあります、個人の配信もあります。個人の配信もあります。明日そう、個人配信で明日宴をするよって感じ。そっか、ならよかった。ごめんね、なんか心配かけて。とりあえずどんな気持ちで今月いっぱいの仕事しようかな。まあでもそうね。そうねって感じで。三日の一番外編見に行くわよ。あ、そうなん、来てくれる、ありがとう。私おるか分からんけど、そう、3日も大学あるからさ、ちょっと、そう、しかもさ、なんか、終わる時間が遅いんよ。終わる時間が遅いんよ。だから、出れるか分からん、と、です。その某牛にはさ、いろいろ理解されてて、素直じゃないところとかも、読み聞かされて、それを言われたの。それで言われたのが先の。あ、そうなんだ。やっぱわかるんだよ。だって私でさえちょっとわけわかるんだから。ツンデレだよねってずっと言われ続けてんだからさ、言ってるんだから。かごさん、ごゆっくりどうぞ、ごゆっくりどうぞ。もうすぐ終わるけどね、もうバーが出たので。7日、あー、7日の音楽、7日の音楽、足軽ジャパンもいるけど、いるけど、あの神宮寺はいないです。お仕事の関係上その時間帰ってこれないので。です、申し訳ねえ。やる気渡さんけどな。
え、別に出さなくていいんじゃない、ほどほどにやっとけば。だから気づいたら顔が小さくて、視界がストレスで調べやば、大丈夫、逆に心配なんだけど。ごゆっくり観音像、観音像、公式も個人も走るのか、僕なんて配信だ配信とか言わんないの。そろそろ電車復帰させなきゃならないか、ならないか、頑張れまだ5連休の2日目だからだけど、まだ半分も終わった。確かに、でも明日行ったらさ、半分だよ、半分終わるよ。けど通知見て思ったこと、3日と13日間違えてねと一瞬思った3日ですよ今日、3日 ?3 日じゃないや、と100日、そう100日です今日。ありがとう、みんなお祝いしてくれて。およよ、涙ちょっとだけ、ごめんね、申し訳ねえ。次にしよう、お仕事、お仕事、そのお仕事じゃないそのお仕事じゃないですよ、投げるものなかった、全然大丈夫よ、ありがとうね、気持ちだけいただきます、涙ちょっとだけ。でもさ、そのオンラインやりたいなとは思っているけどって感じ、どうしようかな。多分言ったらできそうだから、ちょっと言ってみようかなの気持ち。ポジティブなさせがな、リアさん会えるください、ファイティン、お兄ファイティンお兄ファイティンでございます。あー、頑張ろう、明日も大学頑張ろう、明日も大学、マジで無理、もう頭がパンクしてるんだけど。今勉強してることがさ、勉強してる中でさ、どんどん病んでくんだよねじゃあ、あのね、話を聞いてるだけでね、つられちゃうの、わかる、そういう感じのね、重い感じのさ、授業をしとるからさ、ファーってなってるファーって。100回目おめでとう、ありがとう、マリさんごゆっくりどうぞ、言ってくれたら嬉しい、できれば私服 OK、ちょっと頼んでみるね。あ、ありがとう。今日も今日とお疲れ様。ありがとう。こんばんざい。スタッフさん、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。今日お疲れ様やで。明日もとげに頑張ろう。いや、でもいいから結婚しよう。違うよ。いや、すいません、重くて。そういうことじゃない。そういうことじゃない。待って。待って、ガチでさ、そのさ、病んでますみたいなやめて。違う、そういうことで病んでるわけじゃないんよ。そのさ、重い、話が重すぎるんよ。なんていうの、なんだろう。この活動で病んでるとかではなく、この活動で病んでるとかではなく、あのさ、相談事を受けてさ、その人のしさ、その人にさ、感情移入しすぎてさ、釣られたりするじゃない、気持ちが。そういう感じそういう感じの闇、わかる。あ、そうだよ、あれ知らなかったんですか、川子さん大学生です、実はあんま学校行けてないけど行けてないというか行ってないけど、まあ、行かなくてもね、単位が取れるんで。確か無理してね、何かあった気からな、話す機会作らない作らないのかい頑張れ、大学大学を頑張るんじゃなくて、大学に頑張れって言ってるあ、明日はびっくりした、ごめんね、ラジオかい、やだ、ごめんごめん、うちくんごめんね、おはぐじ、おはぐじ、カペトリック用意するとこだった、まだ用意してないなら OK よし、さすがおりあいさん、そういうことじゃないけどね、うん、そういうことではないけどね、まあでもそういう感じなんですそういう感じなんです
行ってくる、いってらっしゃい。私が単独の皆さん、井田さんの告知でこの先は言わないだけ。え、でもそれだよ、あの思ったよ、森さんのツイート見て、あってなったけど、あってなったけど、あの見て見ぬふりをしてみた。人によって衝撃的なニュースを聞くだけで落ち込むから、そう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 、そういう感じのお勉強してるからさ、心理学だからね、心理学のお勉強してるとどうしてもね、なんかその話を聞いてるだけでなんか気持ち悪くなったりとかしちゃうよね。とか、そう、今なんかそのやられる側とやってる側のさ、その両方の話をどういう心理で動くかみたいなのをやってるから、ちょっとね、加害者側はちょっとまだやってないからあれだけど、被害者側のやつをやってるとさ、やっぱね、どうしてもね、そういう事例とか上がるとさ、ちょっとねーってなっちゃう。ちょっとねーってなっちゃう。人生で JD ブランドな女性とお話しする、するとか夢だった。じゃあ、夢叶えましたね。それで言うと、ほのかさんと話してたら夢叶ってますけどね。で、JD だったのできる俺の嫁。あれ、いつ結婚したんですか私。いつ結婚したんですか。俺優しいからいつでも話聞く。だってカタカナなの。それでは言われたし、あさり認めるとこさす。見て見ぬふりをしたよ。例の話聞く、ありがとうね。でも大丈夫です、全然平気。授業が終わったら忘れるから。忘れんなって、テストあるよって。加害者側になって変なのに目覚めないで、それはない、それはないです、それはない、うん、ない。私がいるには JC ブランドって最強、そうだよ、そうだよ。でもね、4月になったらね、JC じゃなくて JK に変わるんだよ。だから JK と JD がいる状態になる。JC と JD に踏まれる人生、踏まれたじゃん、だって。踏まれてたじゃん、この前。うん。だから大丈夫よ。初見です。ゆきさん、ごゆっくりどうぞ。今日はスルーをしていく。初見に関してガヤガヤ言うのをやめてみた、今日は。まあもうすぐ終わるんですけどね。 JC と JK と JD の共演はなかったね、なかったね。ない、ピエンピエン。え、わかんないよ。新しい子がさ、入ってきてさ、その子がさ、JK だったらさ、ワンチャンあるよ。アリちゃんがさ、中学校卒業するまでの間にさ、JK の子が入ってきたらさ、共演できるよ。入ってくるか知らんけど。JR も入れてあげて。JR はさ、JR はさ、私なんよ。JR は私なんよ。なんか、あたり JK ってことにしておくべ。ほのかさん JK じゃないのよ。フルブランド。ね、すごい、すごいことになりますよ。マリドーリーちゃん。ごゆっくりどうぞ。15分過ぎたんですけどね。ちょっと、やっちゃってる。ごゆっくりどうぞ、ほうじ茶。ほうじ茶飲みたくなってきた。マリドリさん見るとほじ茶見た、飲みたくなるんよね。あとマック食べたくなる。黙ってると自然に足軽ジャパン増えるので大丈夫です。確かにそれはそうかも。うん、とことこふん、とことこ、なんかどっか行ったんだけど。なんで JR ジングジリ、あ、そう、ジングジリアです。JK、ジャパン、神奈川、JD、ジャパン、大、
ブツー、だいぶツー、だいぶツー、だいぶツー、なんかあれみたい、あの神奈川のさ鎌倉の大仏かと思った今。この方は JC で通るべ。ダメだよ、差し押させちゃう。ジルジリアで JR なのかと思った。え、そうだよ。だから私なんよって言ったら。ラブラブに、アイラブに。JT って二人だけ？うん。そう。そうです。多分。今んとこは、今んとこは、今んとこは、今んとこはっていうの、なんて言うの、なんて言ったらいいの、今んとこ、そうか、JD、ん今んとこってなんだ、今んとこってなんだ、今いるメンバーの中では2人かな、わかんない、他の子がさ、どうなってるかわからん。他の子がどうなってるのかよく分かってないけど、学校に行ってる話を聞かないから多分2人しかおらんと思う。多分。多分、足軽ジャパンには2人しかいない。で、学生で言うと3人いる。ジェシーがいるから。月見の季節が近いだよね。月見食べたくなる。マークが忙しくなる時まで、もうあと少しね、電話しながらなるし、お客さん今電話してるんだ、無理するなるじ、心配してるんだか、心配してるけどツンデレなんだよね、リュウキさんね、ありがとう。 JK って京浜東北の上りかと、わからんわからん、ま、そんなにわからんのよ、名前しかわからんのよ、京浜東北線しかわからんのよ。ちさかなさんも JD、 確かにそれはそう、そうね、かなさんも JD だね。まなぶさんだ、2回目の訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。そして気づお近づきした時点で派手な人だから。じゃあ高校生になるまでやめましょう。え、高校生もダメなのか。じゃあ大学生になるまで、大学生になるまで待つしかないですね、そしたら。僕も JD だよ、ジジ、ダメです、ジジイですとか言わないの。ほらツンデレで、ツンデレじゃないぞ、うん知ってる。急に急に愛伝えてくるもんね、びっくりしちゃう。えありちゃんテンション高いから逆に話しやすいですよ、確かにね。うん、ありちゃんだけご挨拶できない、じゃあ3年半後、3年半後待ちましょう。JT に近づくのは犯罪ですか、うん別に平気じゃない。平気じゃない、3年半後会いに行くか、3年半後は私いるか分かんないけどね、水着水着なんで。ただりちゃんは秋田県に関しては多分詳しくないと思われます、そうね多分、多分分からんけど、はは？って言われた、お父さんがゲフン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 じゃないの、秋田県について話したことあるんですけどね、ありちゃん話してみたらいいのでは。でも確かにね、若すぎるとねいいのかなってなっちゃうよね。ごめんとうございます、しません結婚、さすがに一回り以上したら怖いです、まあそうだよね確かに。ゆうくんこんばんじゃい、こんばんじゃい、ごゆっくりどうぞ。いろよ、いや、いろよって言われてもさ、それはさ、わかんなくない？私もこの世にいるかどうか。そんなことある？それで言うとみんないるかわかんないけどね。あ、泣いてるかあこさん。ごめんごめんごめん。いじめちゃったね。ごめんね。
ごめんなさい。3年半後に行くか、雪を出していくかしか。ケトルお父さんが来たけど、あ、そうなんだ、知らんな知らんなだって。てくださいよ、それは分からん。生きてた年は越せないかな。自分はそろそろ寝るのね、おやすみ。デートの年齢差も考えたら嫌じゃん。別に病む要素じゃなくない、そんな感じな気がする。じゃあ勝利ジャパンの皆さんと20歳以上離れてお父さんの気分です。そうなん、カーゴさんってそんな言ってるんだ、言ってるんだって。だからすごい若く見える。アリちゃんだと僕の孫の年齢の方が近い。確かにそれはそうかもしれない。そっかそっか、アリちゃんのお父さんお母さんってさ30代ぐらいだったりするのかな。うわ、そう考えたらさ、なんか怖いね怖いね怖いね。だってさ、私もさ、アリちゃんとさ小学校かぶってないんよ。やばくない？マジびっくりしちゃう。小学校入れ替わりの代じゃない？6歳離れてるんだと。怖い怖い、マジで。寝てる間に、寝てる間に何かが起きるかもしれません。そろそろ寝るか。うん、寝ようかな。僕もりゅうちゃんと約2時は慣れてます。あ、確かに身に覚えがありません。身に覚えありません。だって言ってるます。あーにゃいた。おじさんもりゅうちゃんと話すの緊張した。そんなことなかったよ。そんなことなかったよ。特に意外と言ってる説、言ってる説、言ってる説はないんじゃない別に。中にはいるかもしれないけど。じゃあのお父さんとお母さんの年齢は考えたくない。確かに考えたくない。今さんのお父さんと同じ年のあげです。そうなの、今さんのお父さんが何歳か知らないけどね。私多分りゅうちゃんと、りゅうちゃんじゃないわ、ありちゃんとちょうど一回り離れてる。ということはあれか、アリちゃんの年に12足したらいけるってこと。一回りって12個だよね。一周分だもんね。いや12か。そうなんだ。小学校2回回んなきゃいけない。なんだよなんだよ、こっちこそなんだよ。おじさん見た目に分からないけど心臓バクバク。そうなんだ。じゃあ葵さんと話すときもバクバクなんだ。分からんけど、やばい、話しすぎてる。やばいやばい、早く寝ないとマジで起きれなくなっちゃう明日。ということで明日はライブがあります。ライブ、うん、ありちゃったりだ、多分それはそう。結構絆創膏ね、絆創膏って言わないだ、やめてよ。え、それはさ膝の絆創膏で合ってる？それは膝の絆創膏で合ってます？他の絆創膏見てない？いや、お店は普通。なんで？なんでなん？お疲れお疲れもう言わない方がいいの？なんでよ、嬉しかったよ。私に緊張する世界線にいないのよね。なんでやねん。またねまたね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、キズパワーパッド買った。あ、なんかキズパワーパッドに似たやつ、似たやつ買いました。なんか似てるやつ、膝以外にあったの。うん、実はありました。実はおでこに貼ってあった絆創膏、気づかなかったっしょ。起きられない、俺になるぜ。起きられなくなったらもう次ないよ。
映画撮ってる時膝見てた気になりすぎたんだね。ありがとう。僕も寝る。おやすみ、おやすみ。配信終わりか。もうそろそろ終わりましょう。寂しいけど寝なさい、しょぼん。ごめんね。それでお疲れでした。お疲れでした。そういう時ですのに言うのな。バイバイ、バイバイ。膝とおでこと、鼻の下とその他もろもろ。その他もろもろではない。おで、膝とおでこしかやってない。あと腕。2番そこしてました、実は。絶対バレてないはず。うん。手首と膝は両手な。そう。その両手。手と膝は一緒にやりました。それ以外の傷は別でやりました。いや、日本マイクかい。いや、今無理。腕も返そう。腕も。おでこ見るために行こう。うわ、最悪だ。前のめる命令ってことか。でもちゃんとさ、手ついたことは偉いと思っている。いや、そんなんはいいのよ、別に。おでこ気になるから後でこっそり教えて。え、やだ、教えない。わんぱくね。やめてよ、なんか小学生みたいに言わないで。でこりえチキダメです、ダメです。あと2週間ぐらいは待ってください。治るまでは見せられないということで、明日宴をしますので、おでこと謝罪を待ってるね。そしたらおでこは見せないけど謝罪は待ってるね。ということで終わりにしたいと思います。明日は18時から池袋じゃない、うん、下北沢シャングリラさんでライブがあります。ライブがあります。ぜひ遊びに来てください。待ってます。という感じで、3日と4日のライブは多分おそらく出れないと思います。3日も夜遅くまで学校があって、4日もライブ中に大学があるのでちょっとできないんですけど、できないんですけどっていう感じなので、会えるとしたら明日かな。でもあれかも、3日特典会だけいるかも、夜っていう感じなので、まだわかんないんですけど、明日遊びに来てくれたら嬉しいなっていう感じでございます。待ってます。ケーキとミストルームさん、よろしく。ケーキは明日ね。やめてポチってしといて。山田和夫さん、こんばんは。こんばんは、初見ありがとうございます。バザージャパンの構成にいた、しがるジャパンの神奈川県の伝道市民のライジングジェリアです。もう配信終わっちゃうんですけど、終わるまでゆっくりしててください。おいおいって言われた。127年おめでとうございます。ありがとう。ごゆっくりどうぞ。どうぞ。そしてそろそろ終わります。そう、そろそろ終わります。ごめんね。ケーキメモそんなメモすることじゃないよ。ということで終わりにしたいと思います。海賊フェス見たな。あ、見てました、見てました。見てたんだ、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらあのこの顔の人探してみてください。多分ライブではベレー帽かぶってるんで、あんまりお歌上手じゃないんですけど、まだ発展途上の神宮寺を見てくださいって感じが。おやすみ、おやすみ。マメラかぶってました。はあ、山田さんだったんですね、マメラかぶってた方。めっちゃマメラおるやんと思って見とった。めっちゃマメラかぶってる人おると思って見てました。山田さんだったんですね、初。
初知り、あ、だからマイメロでライブ見てるよってことなのか。そういうことか。リムとツイッターのフォローお願いします。お願いします。そう、9月中にね650人超えたら音楽で楽一楽座、オンライン楽一楽座でチェーナ服を着たいと思っているので、ぜひフォローしてない方はフォローしてくれると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。名古屋からの SS、 はるばる遠いところまでありがとうございます。遊びに来てくれてすごい、フォローありがとうございます。やったということで終わるぽよ。もう少し話していきたかったけど、明日ねちょっとねお勉強がね朝早いので、ちょっと終わりにさせていただきたいと思います。みんなまたね、おやすみなさい、バイバイ。